ピンクのペンキをぬららんらんらんぬららんらんぬららんらんららららんらんぬらららん。お兄様、大丈夫？ああ大丈夫。こう見えても王立学習院では、いや、ペンキ塗りは習わなかったな。これは、はは、ああ、こら、あら、あらんらん。これは私としたことが、おめめちかちか。お兄様、しっかりして。なんでこう早く走って、ちょっと止めて、ちょっと、あら、止めて止めて、うん、あらさ、スニフ。白い馬だよ。白い馬？何のことなの？あの、満月の夜に白い馬見ちゃったの。それがどうしたのさ。これから所長さんのところへ相談に行くんだよ。行っちゃうんだから、もう。行っちゃった。どういうことなのかしら。満月の夜に白い馬が現れるとね、村に悪いことが起こるんだって。ちょっと何がおかしいのよ。そんなもの迷信だよ、インチキだ。何さ、ミーの言うことがインチキだって言うの。決まってるじゃないか。そういえば、うちのお兄様も怪我したわ。そうよ、ヘムレンさんだって腕を折ったんですからね。本当よ、これでも迷信だって言うの、インチキだって言うの。だってさ、話は分かったが、本当に白い馬が現れたのかね。本当ですよ、僕がこの目でちゃんとするの。ヘムレンさんは？いや、わしはまだ見ておらん。私とても。ほ、これは偶然です。白い馬のせいじゃありません。わしがこの目で確かめるまでは馬狩りをやるわけにはいきませんな。だって僕が。とにかくわしが見てからじゃ。パパ、何が？白い馬じゃよ、白い馬。曲がりじゃ、すぐ集まってください。しかし所長、ムーミンパパは村にどんな災いが起こってもいいというのかね。すぐ支度をしましょう。銃を忘れんようにな。銃を？馬を撃つの？
任しておいてください。いやしくもこのスノーク、王立学習院では射撃の名手としてその名も高き存在でありましたのですぞ。これぐらいは朝飯前であるにしてにしてに。パパ、白い馬は？ねえ白い馬は？ねえパパ。鉄砲で撃ってくれたのよ。かわいそうに。何言ってんのよ。満月の夜に白い馬が現れるとムーミン谷には必ず悪いことが起こるんだもん。当たり前じゃないの。そうだよ、白い馬を殺してしまわないといつまでも悪いことが続くんだってよ。そりゃママに聞いたけど、やっぱりかわいそうだよ。それじゃあ私のお兄様が仕留めたのが悪いって言うのね。そうは言ってないけど。何よ、自分のパパが仕留められなかったからってそんな言い方しなくてもいいでしょ。違うよ、僕はただ。そうよ、マミは焼き餅焼いてんのよ。変だ。うぞ、違うったら。そうよ、そうに決まってるわ。ノノなんかに分かってたまるか。ほう、ものすごい。悪いことを起こすなんて信じられないや。あんまり気になさらないでパパ。いや、別に気にはしてないんだが、村人がみんな信じているものを私だけが反対するわけにはいかん。私の若い頃にも白い馬が来たことがありましたわ。火事があったり疫病が流行ったり、そりゃ大変でした。私も覚えてる、子供の頃だ。確かに満月の夜に白い馬が現れると必ず悪いことが起きる。しかし私には偶然としか思えない。あれ、ねえ大丈夫？違うよ、僕はいじめないよ。さあ飲むんだ。よかった、弾は外れたんだね。手伝おうか。まあ珍しいわね、ムーミン。あ、雨でも降るんじゃないかしら。うん、いい天気だよ。そう、じゃあ外で遊んでらっしゃい。うん、遊んでくるね。ん？いや、パパ。は？よかったね、足をくじいただけだもん、もう大丈夫だよ。
君が来ると悪いことが起こるなんて僕絶対思わないからね。ダンダランダ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 ン。昨日は川で子供が溺れそうになったし。それからね、ジャコネズミさんの家がもう少しで丸焼けになるところだったんだって。こう災いが続くところを見ると、あの白い馬は生きておるんじゃないかな。なんと侮辱も甚だしい。この私は王立学習院では射撃の名人と言われとったんですと。まあそれは分かっておりますが、万が一ということもありますし、白い馬の落ちた谷を見にこれからすぐ行きましょう。どうしよう。そうだ、ラララララ。あら、ムーミンだわ。どこ行くのよ、ムーミン。何を慌ててるのかしら。いいからほっときなさいよ。よせよーい、くすぐったいよ。あ、ここにいちゃダメなんだ。どうしたのかしら。いない。これやっぱり逃げたんだ。あった、私としたことが恥ずかしい。やら情けない。ムーミンパパ、あの白い馬はまだムーミン谷におりますぞ。なんとか探し出さなくては。な、一体どこへ逃げたのだろうか。今日からここが君の家だよ。ここなら誰にも見つからないからね。さあ、ここ横になって。いいかい、僕が声をかけるまで絶対に出ちゃいけないよね。脅かしておけばきっとみんな怖がって君を殺そうとはしないよ。痛い？無理をさせてごめんね。でも君のためなんだよ。我慢してね。白い馬の上に幽霊が乗ってたんじゃ。まさか。いや、本当ですぞ。パパ、やっぱり白い馬には悪魔が乗り移ってるんですよ。私だってあれから二度も包丁で指を切っちゃって、こんなこと考えられませんわ。しかし幽霊の乗っている馬ならこれは近づかない方が安全だ。とんでもない。わしは絶対にやらなければならんのじゃ。殺さなければ。かわいそうなんかじゃないわよ。かわいそうだったら悪魔が取り付いた馬ですもの。殺されても仕方がないでしょ。あの馬には悪魔なんか取り付いてないよ。どうしてそんなことわかるの。空ご覧なさい。わあ、なに、ひどい。なんでもあの馬のせいにする方がずっとひどいよ。ちょっと、どうしたのよ、ノンノ。
ねえ、どうしたの？大丈夫ですかね、ムーミンパパ。これだけ大勢いればなんとかなるでしょう。あ、起きなくていいよ。起きなくていいっていうのに今日は遊びに行けないんだ。君を見つけようとしてみんな村を見回ってるんだ。だから今日はおとなしくしてるんだよ、わかった？どうしたの？そんなに足が痛いの？ひどい汗だ。僕があんなに歩かせたのがいけなかったんだ。ごめんね、君のためだと思ったんだけど、僕が悪かったんだ。でも直してあげるよ、きっと直してあげるから待っててね。あ、ムーミン、この奥に白い馬がいるんだね。違うよ、白い馬なんかいやしないよ。ムーミン、本当だったらいやしないよ。 いないったらどきなさい、ムーミン。やだ、ムーミン。パパ、助けておくれよ。助けてあげてよ、ねえパパ。それはできない。あの馬のために村に悪いことが起きるんだ。だってパパ、白い馬とは関係ないって言ったじゃないか。その通りだ。今でもそう思っているよ。だったら、助けてあげてよ。村中があの馬一頭のためにビクビクしている。夜も安心して眠れない状態なんだ。その通りじゃよ、ムーミン。ひどいや、みんなで白い馬をいじめるなんて。うん、ムーミン谷の村人が平和に暮らしていくためには仕方のないことなんだ。お前一人の気持ちだけではどうにもならないんだ。私たちが何かするときにはムーミン谷全体にとってどうなのかを考えなくてはいけない。ムーミン、それだけはしっかりと覚えておくんだね。パパなんか大嫌いだ。ひどいや、ひどいや。はて、はった。あ、うん、どうなすったんですか、ムーミンパパ。パパがやれないのなら私めが。スノー君、もういいんだ。死んでいたよ。え、足の傷がひどくなっていたらしい。白い馬は満月の夜にこの村へ現れたのは運が悪かったんだ。足の傷が悪くならなくてもやはり生きてはいられなかった。仕方のないことなんだ。短い時間だけれど、ムーミンに可愛がってもらって、あの馬はきっと幸せだったに違いない。本当に
あの馬は幸せだったの？そうだよ、ムーミンと知り合って幸せだったんだよ、あの馬は。パパ、白い馬が天に登っていくよ。パパ、見えるでしょ？さよなら。パパ。なんだね？お腹すいちゃった。ねえ、ムーミン、こっち向いて、こっち向いて。